クロス銀行、クロス銀行は、かつて埼玉県入間市にあった銀行。本店として使用されていた建物は、現在入間市指定有形文化財に指定されている。クロス銀行は、クロス総合組合設立を前身として1900年2月11日に、設立総会を開き設立し、14日に営業認可され、28日に登記され、3月3日に、 営業を開始した。しかし、第一次世界大戦後の不況の影響を受け、1922年5月に、武州銀行へ合併して消滅した。設立時の顧問には、渋沢栄一が就任していた。その後、武州銀行は、埼玉銀行を経て、現在は、埼玉リソナ銀行となっている。1907年11月に寄港し、1909年5月2日に、 完成した本店建物が現存している。前日の通り、クロス銀行本店、その後武州銀行、そして埼玉銀行への合併、解消後は埼玉銀行というお菓子店として1960年まで現役の銀行として使われた。1965年から1994年までは、入間市が借り上げ、郷土民芸館として建物を利用していた。 1977年には所有者の埼玉銀行から敷地ごと同士に寄贈され、1990年4月1日に入間市指定有形文化財となった。老朽化が激しく、建物内の公開は年に数回にとどまっている。ありがとうございます。